皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使をプレイしていきます。前回のあらすじ、あ、真田昌幸取られた信長に、うわー真田昌幸に北条氏政勝てるのか。真田昌幸が勝った終わってる。ちょっと北条頑張ってくれまだまだ滅びないでくれ北条頼むから。信ちゃんの援軍呼べないそんなバカな自分で攻めるしかなさそうだな、こりゃ。いけんのかな。あれ、おい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 、ちょっと待て、真田幸村も織田軍にいるそんなバカな。朝倉と両方向から軍を起こして2箇所でぶつけてみるか。景勝が援軍よこしやがった、なんだって。バカめ、そっちはおとりだ、間抜けめ。よしよし、作戦通り作戦通り。さあ来たぞ。あ、戦場は狭く勝敗の行方は分かりません、そんなバカな。来るね来るね来るね。さあ来たぞ。あ、戦場は狭く勝敗の行方は分かりません、そんなバカなこっちが有利なはず、こっちが有利なはずなんだけど、しまった、ちゃんと旧舞台にしとけばよかったかもしれないこれ武将のクオリティは相当負けてるんだよな。あ、舞台数勝ってる。でもこれまた突っ込んでくるんだよな相手。勝ってるんだ、兵数では。武将の質では負けているけど。下がれ始めるぞ中央下げろ、中央、中央全力で下げて覚悟しろ。さあ行くぜ。あ、すっごい山だ。なんか悪い思い出が蘇る。ここでまた、そして今回もまた馬場信春なんだよな。やつには煮え湯を飲まされている。敵が見えんな。もう突撃だったら見えてても良さそうなんだよな。嫌な感じだ。本当に相手突撃なのかな、これ来ないな。山だから時間かかってんのか。来ない。あ、何、陣に向かってる、陣に向かってる。相手突撃じゃないのかこれ。いやー、なんか負けそうな気にしてきた。やばい、やだな、勝ちたいなこれ。あ、来た来た来ちゃった来ちゃったよ。早い早い、足早い。お、陣なくなった、秒で陣なくなったバカな。こっちに敵の大将いるんだよな。左全力行ってみようかな。待て待て、ビビるなビビるな、相手1300人だぞ。あー、奇襲受けてる逃げろ切り込め。あ、バーバー見えなくなった。あ、いたいたいた、よし、囲める囲める囲める、来たー。奇襲と強撃が通った、チャンスなのか。これ臨戦した方がいいかな、正面の舞台。相手の半分しか能力値がないんだけど四方から囲むんだ、そのリーダーを。リーダーやれば潰せるはず。馬ってすごいなんかファーって逃げてくんだよね、騎馬って。あ、逃げてく逃げてく逃げてく、騎馬隊が。でももう相手しきない、よし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 。あ、挟める挟める、急げ。なんかよくわかんないヒゲのおじさん。お、かかりましたね。あ、そうだ、これ奇襲部隊だった、そうだ思い出した。よしよし、なんか伏兵がいた。まさかプレイヤーも気づかない伏兵がいるとは始めるぞ。よっしゃ、潰せ、これ潰せば終わりじゃん。強撃いいよ。あ、逃げてく逃げてく、スーって逃げてく、スーって逃げてく、そんなバカな。よし、回想さ、オッケー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 、よっしゃー勝った、なんか勝った。これヒゲのおじさんよく頑張ったな。オッケー、勝利。みんな見事な戦であったな。見事な戦であったよ、これは見事な戦であったよ。まだ勝頼来るんだっけこれ。そしてまだ勝頼が来る、第2弾が来るもう一戦やらなきゃいけないっていうね地獄が待ってる。さあかかってこいよ勝頼。お、指揮なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません悪く思うなよ、質が悪かったのかな。お、一人登用できる、やった、武勇が70もある。よし、ついに武将が一人増えた。オッケー、かたじけないかたじけない、はい行きます。どんどん行こうどんどん行こう、チャンスだよ。どこに行く、まあ海陸も城だろうね、順当に進め。よし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 、
南の戦終わったみたいだね。とりあえずなんか平均30か40ぐらいの当家にとって武勇70とか軍神と言ってもいい。長野家の剣神だな日本のメッシみたいな感じ。長野の剣神来たな。包囲せよ。ほらこの高岡城取れたのがほんと大きいね武田が手出せないこれおかげで硬いなこの城。使いの者が来たようです。武田家より交渉の使者が来ているようです。あ、兵糧7万で講和してくれだって。いいんじゃない。してもこれ7万だって。3ヶ月かはそんぐらいすればまた攻められるんだよね。7万は結構大きいのでは。いやでも講和してる間に他の大名家が武田家を滅ぼしたら困るな。これはちょっと拒否っとこう。もらってもいいかなって思ったんだけどね。ちょっとね。お、織田と毛利講和したぞ。これで援軍呼べるような気がする。城持ちて。ああダメだ。なんかまだ忙しそうだね信長。もう7000人しかいないや。いけるかなこれ。あー来るね。もらえばよかったな今7番あでもなんか兵糧19万ある。いつの間にか。一旦帰ろうか。十分十分、はい、戻るぞ。十分すぎる戦果を上げた。あのものすごく硬い城が2つあったんだけどここを取れたからね悪くない。さあ武田攻めの準備だんだん整ってきたね。あとはうまくやれば自分だけでも滅ぼせそうだけど。小田から軍借りれれば。あ、南部家の北条攻めがまた始まった。じゃあ南部に勝てるでしょう。はい。いや北条も忙しいなこれ大変だよ。あれなんでこのマーク。あ、戦が長引いて民が怒ってるみたいなやつかこれ。チャンス来た。これはここだ。これは行くしかない。これだ。これはガラガラじゃないか。これは8型だけ1万残ってんのすごい謎なんだけど。だけど城取っても入れる武将いないんだよなこれ。くそ武田もうちょいなのに。農民がおこなので一回武田とは同盟しよう。そして次の戦争で武田を滅ぼして武田の家臣を獲得しよう。それが一番いいね。よし、じゃあ講和を。講和、はい、かしこまりました。一回ちょっと民のために農兵多いからな。そろそろ収穫に帰りたいのかもしれない。もう10月だしな。あとはちょっとこの北条の戦の様子を見て北条が負けるようだったら北条攻めをしよう。あ、織田と北条が輪を結び戦をやめた。マジで。ほら、え、なんじゃそれ。マジかえ、あ、信長西に行きたいみたいだ。じゃあ北条と戦争できないな。様子見だな。親善とかちゃんとやってるかな。あ、あ、上杉家我々との関わりを閉ざしています。そんなバカな。もう上杉とは仲良くできないらしいぞ。そうか、そうきたか。あ、北条と親善できるな。北条と親善しておこうかな。ただまあ交渉はできないだろうと思うけど何かの時に備えて。あ、まあどうせすぐ宣戦布告ではあるけど、まあ、なんか偽りの使者を送ってちょっと油断させておこう。バカめ。かしこまりました。そりゃ罠だ。あ、こんなもんだろう。信長との関係はもう心配する必要ないしね。そうだ、これどっちが勝つんだろう。あ、武田家と和を結びました。矛を収め戦をやめることにしましょう。長い長い戦が終わった。12万いるけど。さあこれはちょっと北条が勝ってほしい。これ以上北条が弱くなっちゃうとあの南部に勝てなくなっちゃう。うちが佐竹、鬼佐竹に勝てるかな。お、為本忠が自ら奮闘し北条家が南部家との決戦に勝利しました。いいよ、これで戦終わりでいいよ。そうやってね、ちょっと今はこの北関東あたりでこう押しつ押されつで頼む。
うちが武田家の家臣を吸収するまでは。行く時が来たのかもしれない。もう武将が入ってない城があるからね、武将不足で。2つ0分の0、武将がいない城が2つある。武将が足りてないんだこれ。あ、3つだ、3つある。ちょっと待って、多すぎだろ、武将入ってない城やばいなこれ、相当やばいじゃないか。いや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 、よし行くぜ。はい、力でねじ伏せる。ジンブレをせよ我が武略、武田の小っぱども、小っぱどもめ、長野が我らに己この勝頼を侮るか。だって君どんどん領土失ってるもん。上杉は武田に主力だって。まあそうだよな、富山狙ってるって言った。あ、やっぱり東西から挟まれる形になったか。織田家は東家に味方、南部も味方、え、他に勢力、朝倉と安藤かな。成森とのこたびの戦に備え心ばかりの品を送らせてもらった。兵糧4万すごい。え、軍馬6000、鉄砲6000だって。どんだけ溜め込んでんだよ信長やばいけど。はい、じゃ最初に援軍要請をちょっと。あ、援軍要請、いけるいけるいける、よし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 、いいよ。じゃあノブちゃんに援軍借りよう。どの城借りようかな。ちょっと品定めをしよう。どの城に誰がいるのか。柴田勝家、いいねさっさなりまさ、いいね。統率93だって。そのままうちの家臣にならないかな。加藤、あ、加藤清正がここにいる。加藤清正もちょっと前線に連れて行きたいな。強いでしょ加藤清正。あ、強い強い90とかある。あ、真田正幸使おう。真田正幸、正幸で勝頼滅ぼしちゃおうこれ最下、真田幸村もいるじゃん。日本一の強者どもちょっと送り込むか前線に。よし、じゃあ援軍を要請しよう。こんだけすごいかに、この軍でさ信長に攻め込みたいんだけども、行っちゃうか信長に敵は本能寺にありみたいな感じでこうもちろん無理だと思うけど、すごい、こんなに貸してくれる、信じてるんだね娘婿殿を。よかろう、しからば6ヶ月の間兵を貴殿に預けるとしよう。いやー、親父殿本当に気前がいい気前が良すぎるんだよな。さあ、とにかく全力の軍を持っていって、上杉と本願寺の軍を返さないといけないな。短期決戦にしよう、大量の軍を起こして。よし、出るぞ。まずはこの海陸門城、ここに集まろうかな。でそこからこれだね、福光城、こっちに向かう感じ。ここだとただ兵が7600上限なんだよね。あんまり狭いところで当たっちゃうと不利になるな。ここだったら、上限8万だね。ここで当たれればこの砦を潰しながら城に向かってみようかな。このルートだね。ここまで行って西に行くか北に行くかの2択を武田家に迫ってみようかな。きっとその頃には上杉も富山城の方からこう迫ってくると思うから、うん、このルートがいいかもね。松倉城経由、それじゃあ編成。編成は基本的にうちの軍は出さないよし、行くぞ。行軍開始、行きます。そして、第2波、第2軍を出す。これは海陸門城からの、海陸門城から、この福光城、ここにこう電撃的に攻め込む五詰めの軍、奇襲部隊みたいな。行くぞ。先陣を切らせてもらう。で同時にちょっと同盟国にお金の武信をしておこう。米くれー安藤家米くれー。1万4000しかくれないの、ケチだな。信長4万くれたぞ。米くれそうな人たちにちょっと米をねだっていく、米をねだっていくスタイル米くれそうな人たち全員に全員にねだっていこう。武田を滅ぼすための米をくれ。よし、これでいい。よし、行くぞ。さあどう出る武田は。ババノブハル軍、あ、本願寺兼女、本願寺の総帥だね。総帥っていうのかな、わかんない。親玉、
海からここに集合するんだ、福光城に。これでも逆にここ見て、七尾城の方は完全に空いてる。だったら金銭5万4千で兵糧1万5千だって払ってもいいかな。そう高くはないと思う。承諾。ちょっとでも米欲しい今は。軍馬8500で兵糧承諾。全部出す。南部と北条停戦か。安藤金銭いいよ承諾。途中で切れるよりはずっといいと思う。さあ軍7万揃ったぞ。これ負けたら本当に10年ぐらい兵糧を貯めるだけの生活が始まるだろうな、きっと。あれ前に出ようとしているな。あ、いや、来る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 。ちょっと待てよ、ここでぶつかるのか。このまま行けば大丈夫。金銭4万6千で兵糧1万で、よし OK。 ちょっと待てよ、これこのままだとここでぶつかっちゃわない？大丈夫？いやでも目的地ここになってるから。え、相手7万2000か。え、ガチの戦争来るのか。これひょっとして勝てるかな。どんな舞台なんだ。あ、強い強い。井伊直政、馬場信春、秋山信友、内藤正豊、まあ、武田の古い家臣団プラス井伊直政って感じだね。本願寺拳入と強いな。あの真田の一門だけいないのがまあ救いだね。確かお兄ちゃんだけ残ってるけど、ただ無理する必要はないんだよな。これ富山城から高岡城に向かってそのまま七尾城の方に向かわせてしまった方がいいかもしれないな。一回高岡城に入ってみるか。相手がどう出るか。出陣するぞ。ルートを変えるぞ。五分の戦いをする必要はない。今主導権はこっちにあるんだ多分。ここに来るんじゃないぞ。あ、城に帰る。え、待機する。悩んでるみたいだ。さあ高岡城に入って、さあここだここだなここだな。これ高岡城捨ててもいいんだよね。ここはいくらでも後から取れるから、このまま七尾城に行っちまうぜと。これ以上無駄な行動をしていたら兵糧がなくなってしまう。出陣するぞ。この舞台もぶつかっても勝てる舞台と信じていくしかない。行け、行くんだ。あ、信春一旦福光城に戻ってる。これで少し差ができた。軍馬7000で兵糧1万7000を承諾。全部あげます。あれ南に来たぞ、バカなちょっと待って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 、城なくなるよ馬場信春ここに来て致命的ミスよしよしよし、おーいせよっしゃー、打ち壊せー、来たこれよしよしよし、いいぞいいぞ。気づいてないんだこれ、帰る城がなくなっていることに。あれどっか行ったなみたいなだ、まだ高岡城に入ってるって思ってるのかもしれないな。これ軍が見えなくなって、今まで3回ぐらい負けたのかな、馬場信春に。ついに勝てそうだな今度こそ。我らの勝ちだ。よっしゃー、来たー、オッケー。動揺できない動揺できない。よし逃がしてやろう、はい、事件なし。さあさらに行くぜ、さらに行くぜ。よし全部取れる、これは全部取れる、我に続け全部取れるやつ来た。馬場信春動かないのか、動けないのか、それともどうするつもりなんだろう。馬場信春と最終決戦福光城でやることになるかもしれないな。これはもう内の領土になってるから下手に動けないんだね。これ飛び地はやっぱきついんだよこれ。ただうちはうちできつい。何がきついかっていうと、1ヶ月に7万6000ずつ米がなくなっている。相当きつい。下の舞台ばらそうかな。兵糧がね持たないね。これどうしよう、米がない。すべてを捨てて米を片付けない。買ったんだけど軍馬やお金を使って、それでももう米が我に続け、米が持たない。あと2ヶ月しか持たないのか。あ、違う違う違う、これ違う、これあれだ、兵糧収入だこれ見間違えてた、違う違う、勘違いだ違う。消費は出るときに見た分だよね。そんな
消費が増えていくわけないもんな。あれ、なんか来る、なんか来る。あ、上杉景勝が来るぞ。ババノブハルの野郎バカだなって海渡ってくる。こんなの間に合うわけないんだよ。よし、影勝が来る前に城を落としちゃおう。ただそのまま来るだろうから城で待ち受ける形になるな、おそらく。よし、じゃあ続きは次回かな。ついに武田家を残すところあと一城まで追い詰めた長野家。しかし上杉家もついに重い腰を上げ、会場で一大決戦を繰り広げることに。果たして無事援軍を退け武田家を滅ぼし、その家臣団を配下に加えることができるのでしょうか。次回、滅亡の武田家、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。